はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらのジャスミンガチャの方を引いていきたいと思います。で、まあちょっとね、ジャスミンガチャを引いた後に、バンプサクチャレの告知が来てますので、まあ、そちらの方も見ていきたいと思います。バンプサクチャレね、ちょっとね難しそうなんで、まあ内容の方を確認していきたいなと思ってます。で、こちらのジャスミンガチャなんですけれども、まずはみやびちゃんと立川が復刻してますと。で、彼女キャラのかりんちゃんが、まあ、デビューとして登場してます。で、初回10連パワーストーン160個で、バナーの PR 以上1枚確定で、 SR の出現率は2倍と。で、20連目がパワーストーン200個で引けて SR 以上が1枚確定で、3回目になります と、バナーキャラから SR 以上1枚確定というような、内容になってますので、まあ、これはね、3回引いていきましょう。で、まあ、ジャスミンガチャの中で欲しいのはね、カリンちゃんですね。で、今回のバンプサクチャレの特攻キャラ3の彼女キャラがミサちゃんとカリンちゃんなんですね。で、俺ミサちゃん持ってないんでここでね、ぜひともカリンちゃんが手に入ればかなり大きいですね。まあ、ミサちゃんはね、常設キャラでもあるので、まあ、普通に引いてね、手に入る確率は、まあ、あるといえばあるんですけれども、かなり低いので、今回はかりんちゃん狙いで、いきたいと思います。あと一応、こちらの震度ピックアップガチャも、まあ、来てはいるんですけれども、まあ、初回をね、どうしようかなっていうところでちょっと悩んでます。初回はパパストン200個で引けて、ゲドー君プラチナがね、3枚ついてくるんですよ。なんでこれちょっと惜しいなっていう、まあ、あとね PR 以上の振動が1枚もらえて SR の出現率も2倍になってるというような感じなんですけれども、まあ、今回はちょっと振動は置いておきましょう。で、あとチケットの方ですね、こちらも使っていきますか。SR チケットが2枚、補助券が8枚なんで1回引けて、 PSR が5枚溜まってるので、1回引けますと。で、ダイヤのエース選択権なんですけれども、こちらをねどうしようかとね悩んでいるところで、バンプサクチャレの足りないキャラ、基本的にダイヤのエースってバンプサクチャレの特攻キャラ2に設定されてるんですね。で、まあそれ用に1枚使っちゃうかどうかっていうところなんですけれども、まあそれはね、バンプサクチャレの、まあ、報酬が誰かによりますね。前回暁サクチャレみたいにあんまり走らなくていいっていうのであれば、まあこれはまだ他の使い方をするんですけれども、もしねどうしても欲しいっていうキャラが来たら、まあダイヤのエース選択権は、まあ、ちょっと足りないキャラ用に、埋める形になるかもしれないです。なので、まあまずはちょっとチケットからいきますか。また、じゃあ SR ガチャチケット、これは1枚ずついきましょう。もったいぶって、弾が出てキラーンが出れば SR の可能性があるということか。おー、浦賀だ。よし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 。この前さ、涼介さん手に入れたんだけどさ、浦賀も来ちゃったね。これはまあ嬉しいは嬉しいけど、どうだろうね、涼介さんと浦賀。まあ涼介さんはねアベレージヒッター持ってるっていうところがやっぱりいいですよね。さて、2つ目は、おお、田中山くん。田中山くんもね守備では優秀ですからね、まあかなりいいですね。で、補助券いきましょう。これは1回引きます。ここら辺でねミサちゃんが出るとね神ってるんですけど、まあさすがにそれはないよな。うん、こいつ初めてか。ミキサー用かな。あ、でも初めてだから、まあ一応取ってはおきますか。あとは PSR ですね。 PSR ガチャはねあんまりねいいのがねないんですよね。まあせっちゃん持ってるっていう以外は、うん、あとはミキサーかなと。で、これでしょぼいのが出たら多分 PSR ミキサーができるんで、3本松か。筋力めちゃ稼げるキャラだけどな、どうしようかな。微妙といえば微妙だよな。今 PSR がねこんな感じになってます。で、
別に選ばないですけど、まあ、餅はまずいらないでしょ。で樽本もまあ多分使わないんですよね。で有村も絶対いらないし、でそうすると、まあ、青葉もね使うかって言われたら多分使わないんでミキサーにかけちゃっていいと思うんですけど、三本松をどうするかっていうところなんですよね。そうすると三本松は三本松で一応ねローリング打法っていう金徳としては、いや重いは重いんですけど、まあ貴重は貴重ですよね。悩みどころだ。まあ、ただ三本松はねあの SR を持ってないんで、まあそこで使える場面があるかなというところで、まあ一旦置いておきましょうミキサーは。じゃあガチャの方に行きます。じゃあ初回の10連ですね、引いていきましょう。まあ裏側ねかなり嬉しいですね。さてここで SR は入ってない。立川の PR、 まあいいねいいねいいね。これは普通の R か、かりんちゃんは。ああ、みやびちゃんの PR が2枚入ってる、これもいいな。うん、まあ SR はなかったけど PR がいいですね今回は。みやびちゃんもねやっぱりねプラゴンになるとねかなり強くなるんで、じゃあ20連目に行きましょう。ここは SR が1枚入ってますと。で SR が確定しているときには、まあ、通常の出現率なんで、ここはシモンくんか。シモンくんスタミナキャラだからな、今回バンプのサクチャレではね使わないと思うんですよね。経験点なんで、ミサちゃんの PR とかが出てるけどな。じゃあ3回目に行きますか。ここはバナーキャラですね。カリンちゃんが来てくれれば嬉しいんだけどな。まあ、正直まあ内容的にはね誰が来てもいいですね。俺ミオちゃんもかなり好きなんで、ここはミオちゃん。おーし、これはねバレンタインミオちゃんをねちょっと解放していきたいんで。で小村ちゃんの PR、 うんという感じですね。でこの手札で要はバンプサクチャレをどうするかっていうところなんですよね。ちょっとバンプサクチャレの、内容を確認していきましょう。で、バンプサクチャレ自体は6月の26日16時から、スタートしまして、まあ、経験点を稼ぎ出してそこに、イベントの特攻ボーナスが乗って最終的に、スコアが出されると、まあ、いつもの流れではあるんですけれども、ここのイベントデッキボーナスですね、ここの組み方がね今回結構難しいと思うんですよ。まあ、一応あの得意練習同じものを3人以上入れましょうと、でスタッフキャラを1人以上入れましょうと、で特攻キャラを入れましょうという感じになってるんですけれども、このね動詞の得意練習3人以上セットっていうところがなかなかの肝で、でバンプに関してはやっぱりアヘで経験点を叩き出していくっていうのが、まあ、基本になると思うんですけれども、ただね全員同じ練習を例えばねバンプアヘ編とかで6人組もうとすると、そもそも特攻キャラって変化球今のところ3人しかいないんですよ。なので、特攻キャラじゃないやつを入れるっていうのもね一つ視野に、入れて進めていくのもありなのかなと思ってます。で一応まあ3人だと 30%で3人が2種類だと 60% で4人だと 50%、 5人だと 80%、 6人で 100% になるんですけれども、まあバンプアヘ編6人でいくか、まあ、5人にしてスタッフ1人入れて 100% にするか、まあ、または4人でスタッフ2人とか4人でスタッフ1人にして、まあ、経験点の高いキャラを入れていくかとか、まあ、そこら辺をねどうやっていくかっていうところですよね。で特攻イベキャラ1と特攻イベキャラ2と特攻イベキャラ3が、まあ、例によってありまして、でここはね、割かしまとめました。特攻キャラ、1は、まあ、通常のキャラクターで、特攻イベキャラ2が、まあ、ダイヤのエースキャラで、特攻イベキャラ3が、今回
バンプの対象キャラと、まあ、かりんちゃん、サンバ新島ちゃんっていうところですね。で、一応ね、今のところざっと見てみると、打撃キャラは、春市、テッサン、秋葉、サンバ新島ちゃん、白川。で、打撃はね、わりかし特攻キャラは多いですね。で、筋力は、ミオちゃん、マスコ先輩、ライチの3キャラになります。なので、もしね、筋力で稼ごうとすると、まあ、ライチっていうのがね、筋力で稼げるキャラなんで、もし筋力でやろうとすると、まあ、例えば東条とかも入れて、まあ、特攻キャラじゃないですけれども、とにかく筋力を稼ぎ出していくという編成にするのもありかなと、まあ、ちょっとやってみないと分かんないんですけどね。で、次総力キャラに関しては、日野、小村ちゃん、倉持、カルロス、咲夜という感じになっているので、ここはわりかし多いですね。で、小村ちゃんもエピローグ経験点くれるんで、経験点自体はわりかし、叩き出せそうな感じはしますね。で、肩はイサシキとナイトメールちゃんしかいないんで、ちょっと今のところ肩はないかなと。で、守備になると、宝塚、みやびちゃん、みゆきかずや、まあ、りょうすけ先輩というところで、まあ、みやびちゃんもしプラゴにできればね、守備だけでかなり経験点を叩き出せそうなんですけども、みゆきかずやがね、どうしても骨テーブルなんで経験点の伸びがね、悪いので、ここもどうかなという感じになります。で、メンタルはただの1人なんで、まあ、ちょっと論外ですと。で、投手に行きます と、球速キャラとしては古谷、鳴宮、真田の3キャラですね。で、コントロールは進藤と川上だけなんで、コントロールもちょっと、きついかなと。で、スタミナも、沢村、三島、シモンの3キャラで、スタミナはスタミナ直上げなんで、ちょっと経験点には直結しないかなと。で、変化球なんですけれども、変化球は長野、丹波、立川の3キャラが今のところ特攻キャラに上がってて、まあ、キャラとしては悪くはないですけれども、いかんせん特攻キャラの人数がマックスで3というところになっているので、まあ、どう攻めていくかなと。で、今のところキャラがね、もしこれ全員組めるっていう話であれば、まあ、アヘダで攻めるか、アヘソアヘソっていうのか分かんないけど、まあ、総力キャラで固めていくのかっていうところがいいのかなと思います。で、あと一応サクチャレが始まると、まあ、いつも通り、またキャラが追加になってくると思うので、ここでね、変化球キャラが追加になってくると、まあ、アヘ編も光が差してくるのかなという感じですね。まあ、バンプサクチャレが始まった時と同時に、多分サクチャレ応援ガチャっていうのが出てくると思うので、まあ、そこもね、まあ、これ結局サクチャレの報酬次第になるんですけれども、まあ、引いていこうかなと思ってはいます。まあ、前回のね、暁みたいに別に走らなくてもね、いいような内容だったら、まあ、そのままでいいと思うんですけれども、まあ、同じ鉄を2回踏んでくるかっていうところですね、運営さんが。まあ、バンプサクチャレ、まあ、今回ね、結構このデッキの組み方も頭を悩ませてきてますので、まあ、ここでね、報酬もいいのが来れば、まあ、盛り上がるんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、ちょっとそれはね、6月26日の、バンプサクチャレが始まってから、そのダイヤのエース選択権もちょっと考えていこうと、思ってます。ということで、まあ、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。